侍というのはヨーロッパの騎士というのとまた違うんですね。柔道剣道というようなものがこうやって発展していくのはですね、そのどこにその彼らの魅力があるかというと、いわゆる日本的ということですな。日本的、これがですねヨーロッパ的なものだったらですね、彼らちっとも喜ばんわけですよ。余計にその言うんですよ、スポーツ柔道って言い出してからですね。なんだと、柔道がスポーツになって、スポーツって俺たちが作ったもん、要するにその我々の資本であるもんじゃないかと、こう言って軽蔑するわけですよ。日本人はですねスポーツになったことですよ、まあ、これは有名なあるその柔道家ですがね、柔道がスポーツだ、私がそうじゃないと言ったところがね、その望月は頭にちょんまげが入ってると、何言ってんだと、昔の武術が武道になり、柔術が柔道になり、柔道がスポーツに進化したのではないか、何を言うんだっていうことを新聞に書いてあるんですよ。ところがスポーツならばですね、それはもうその外国人が自分たちが作ったものなんで、何にも珍しくもなければ尊敬もしません。ただ日本的であるがゆえにですね、しかもその日本的なるものがですね、底力の知れない持っておると、そいつがあらゆるものにその現れてくる、いわゆるその武術武道というものに現れてくる、そういうその日本的なものに彼らが惹かれておるんであってですね、スポーツに惹かれておるんじゃないんですよ。やたらに西洋化すことがですね日本の進歩だと思っておる。それだから侍教育ですよ、またね、そういうその日本的なものを持ってくれと。爽やかな秋晴れに恵まれた文化の日の3日、静岡産業館は時ならぬ武道のメッカとなりました。静岡市の武道家望月実さん75歳の県知事表彰の受賞をお祝いして、全国から日本古来の武道の名人達人が駆けつけ、その極意を披露したのでした。望月さんは5歳の時、小さな町道場で柔道の手ほどきを受けてから70年、ただひたすら武道を通して青少年の健全育成に努め、今武道家としての栄誉を手にしたのでした。折しも恩師加納治五郎が柔道と称してから100年の記念すべき年でもあったのです。深みは限りない荒々しさを秘めている安倍川、そのほとりに2階建ての古びた武道場がありました。近づくと侍教師という字がいきなり目に飛び込んできました。望月さんが戦後間もなく再建し、多くの門人が学んでいる武道養成館の本部です。百条直道道場では今日も少年たちが稽古に励んでいました。老僧遠く望む不要法、眼下の清流万緑の丘、道場から眺める富士は日本一だといいます。富士山と侍教室、道場は武士道精神を青少年に叩き込むところというのが望月さんの信念といいます。私は、特に自分自らヨーロッパをずっと歩いてきてですね、どんな田舎に行こうが山の中に行こうが教会があってですね、宗教教育というのはもう徹底を極めて
しかしところが日本にはですね、これがそのないわけ。神社仏閣はたくさんありますけど、人物を教育する道徳を教えていくといったような、しかもそれが1週間に1回ずつは必ずやると、そういうふうなことですね。そういうのがないわけ。日本にもいわゆる教会といいますかね、そういうふうな意味の道場ですね。思想精神の鍛錬をしていく、訓練をしていくと、教育をするというふうな機関が道場でなければならん、そうしなければならんというふうなことを考えておりますね。どう少年の約束、望月さんは明治40年、静岡市で牧場を経営する農家の五男として生まれました。5歳の時、家族揃って東京に引っ越したところ、隣に小さな町道場があって、初めて柔道の手ほどきを受けました。初めて覚えたのが背負い投げと巴投げ。これで喧嘩がめっぽう強くなり、望月少年はちょっぴり得意だったといいます。この道場こそ若き日の三船久蔵、徳三宝といった名人が通っていた名門武部道場であったといいます。そして望月少年は多感な10代を東京、北海道、九州と転々としながら過ごし、講道館の門を叩いたのは大正14年、20歳の時でした。なんせ講道館の歓迎子っていうのは朝の4時にですね、この稽古始まるわけですね。でこの当時私はですね、その神奈川県の鶴見っていうところがありますが、近くにですね、私の姉がおって、そこに居候して小戸会に帰っとったわけですが、ところがその鶴見を通る一番早い始発の電車が4時なんですよ。で私はこれはもうしょうがないということで、鶴見からまあ歩いていくことにしたわけです。夜中の1時になるとですね、うちに飛び出すわけですよ。駆け足でもって高度会に飛び込むと。ところがその他の連中はともかくも、私はもう4時間も走ってきてますからね、汗だくだくなんですよ。それで、稽古着を着替える前にですね、体一つ洗わにゃしょうがないから、熱くてたまらんというようなことで頭からザブザブかぶるわけですね。ある時その井戸の中にスーッと入っちゃったわけですよ。それで頭から潜ってですね、この出てきてさ、それで上へ上がろうと思ったら、上からその手を引っ張ってくれる人があるんですよ。でありがとうって言うもんでですね、その人に捕まって上がったわけです。そしてありがとうってヒュッと見たら、それが三船久蔵先生なんですよ。当時まあ高度館で指南役で一番まあ上席なんですよな。びっくりしまして、おはようございますって言ったところが、なんだお前はっていうのは、水をかぶっとるって言ったんです。ところが、なんで水をかぶったりするのか、今この寒いのにって言うんですね。はい、実は鶴見から飛んでくるもんですから、もうすっかり汗びしょびしょで、何、鶴見から来るバグの、そんなことやったら体壊しちゃうじゃないか、今夜から俺の家に泊まれということなんですね。それがまあ三船先生の玄関心になる、まあ、始まりなんですね。地方のとっても綺麗な水だった方だったんですが、先生の写真分かりますか？先生の車ですね。だから自分は得たポイントだと。講道館に入門してから2年半ほどで三段になりました。そして柔道の生みの親、加納治五郎の肝入りで生まれた古武道研究会の中心メンバーとなり、柔道、剣道、居合道などあらゆる武道の鍛錬を続けました。この時恩師加納治五郎に武道の在り方を徹底的に叩き込まれたことが、今日の望月さんを形作ったといいます。しかしながら、あまりに厳しい修行に体を壊してしまい、昭和6年静岡に戻り、若い武道家の育成に努めました。
ところが修行時代の癖が出て、養成館の先生はすごい稽古をつけると恐れられてしまい、入門者がなかなか集まらなかったといいます。これでこういう増やすか、それは今が前でね、今度はこっち行って後ろへこうなんて増やされる、そして一点、昭和13年、望月さんは中国大陸に渡り、満州国政府の県参事官を務めるなど活躍しましたが、終戦後は養成館を再建しました。またフランスに2年滞在して、ヨーロッパに初めて合気道を紹介し、フランス政府から文化功労賞を贈られ、侍望月として一躍名を挙げました。こうした中で望月さんの支えは武道の精神であったといいます。特に最近では青い目の武者修行者が着実に日本の心を学び取っているのに対し、今の日本では武道の精神というと何か古めかしく、すぐ国家主義だという批判が出ますが、全くの筋違いだと恩師加納治五郎の精神を受け継いでいる望月さんは孤軍奮闘します。今日武道は古い、武道はいかん、スポーツなきゃいかんというふうなことでですね、高度感はじめですね、スポーツ柔道ということを盛んに今言い出した。武道の本来の精神というものはスポーツと違うんだということからですね、というのはスポーツというものはもう勝って勝って勝ち抜いてですね、チャンピオンを狙うものなんですよね。ところが加納先生の思想は勢力全用、自他共栄、重力合法性といったようなことなんですね。その中にそのコントロールって考えるんですね。これは一人ではやるんじゃないんですよ、必ず相手と共にということで、自他共栄、ね、我も立派になるが、お相手の方もですね、立派に、なってもらうと、自他共栄っていうふうな、これがその、この日本武道に全て共通した考え方であろうと、まあ、思うわけですがね。恩師加納治五郎が門弟に訓戒して生むことのなかった言葉の一つに、柔道の中にスポーツの要素、つまり力主義はあるが、だからといって柔道をスポーツにしてはならないというのがあります。武道は人間形成への道であり、武道を通じて人材を育てていくこと、これが本来の精神であり、平和への道であるといいます。武道のやってる中で厳しい状態の中でね、いつも自分を保つっていう、例えば武道っていうのは生と死がかかるんですけども、一番まあそういった厳しい状態でもいつも己っていうか、まあ、平常の気持ちを持っているように努力するのがまあ武道だと心得ています。C'est ce que je pensais trouver. Donc, c'est très bien, quoi. Je pense que y a pas, c'est pas considéré comme un sport, quoi. Hein. C'est ça qu'il y a de bien que en France on a pas. 気持ちいいでしょ。そう。日本の難しいから、日本の文化大切でしょ。その感じ。そう。我々が先生を追い越すことはとても難しい、不可能なことだと思いますし、まあですから私はちょうど今年で20年になりますけれども、まあまだまだたくさん教わることも教わることばかりで、死がまあ戦いますね、その時ですね、まあ死がやられた場合ですね、それは弟子が向かっていっても叶わないの分かっていても、命を投げ出してその敵をやると、そういう気持ちですね。先生のためなら何でもやろうと、そういう気持ちです。体力的にも成長させるとともにね、精神的にもやはり武道の本質というその道というもののね、ことの追求が、これがまあ武道の本質じゃないかなと思うわけですね。で、先生についてもやはり先生はそういうことを常に心がけておられて、研究もされていて、そういうものが唱えられる中で、やはり望月先生の魅力というものがあるわけです。こうして望月さんの信念に惹かれて武道を学ぶ若者も多く、初めは随分怖い先生で近寄りがたかったが、本当は涙もろく優しい、それがまた魅力だといいます。こうして養成館は今や県内はもちろん、
フランス、オランダ、アメリカなどにも数多くの道場を持ち、数万人が修行に励んでいます。何かと言ったら、まあ、ただ先生がこう言ったからやってみる、誰それがこう言ったからみたいな、これが正しいと言われたからこうだろう、そういったようなね、単細胞的な考えじゃなくてね、もっとなぜなぜなんだと、このなぜといういわゆるクエスチョンマークね、これを突っ込んでなぜなぜということによって進歩あった。特に女の人ね、力の弱い人には本当にこの合理的な、最も合理的な技ね、まどろっこしいようだが、それを一つ飲み込ませてやるとね、そういうことによって、そういうことを一つ覚えると、今度は他の技をみんなはてなと、あの人はちょっちょってひっくり返すと、自分がちょっちょなんてやったっていかないと、それなぜだろうと、なぜだろう、そのなぜが進んでいって初めて本質というものを捉えることができる。その本質をつかませるということがね、知恵のね根本なんですよ。だから武道は体育と、それから気力ね、それから知力ね、それから道徳でしょ、この4つですよね武道というのは、あの4つが、その知力、あのスポーツというのはね、知恵使っちゃいけないんですよ、体力を使わなきゃいけない。そういったようなことを考えて、一つみんなね本質をつかむということは、これが知恵の始まりだ、もうその基本だと、あるいは根本だという具合に考えて、あの頭を使う技だな、そういうものをやってもらいたいと思いますね。日本にもね、あの素晴らしい先生方が、まあ、各地にいると思うんですね。先生のこの知事表彰の受賞の祝賀会に際しましてね、いろんな先生方が、まあ、こちらへ見えてくれるっていうことになると思うんですけれども、うん、集まってくる人は剣道やる人もある、体術やる人もある、うん、いろいろあるんで、うん、畳上げたり火引いたりちょいちょいやるわけにはもちろんいかないんで、初めから引いておくとか言ってはない。特に日本のこういう古武道と言いながらですね、日本だけのものでなくて国際養成館という世界に広めていこうという時ですね、その古い方角というだけでなくて、エレクトロのような新しいものを入れながらですね、一体感を出していくというのは、これはまあ一つの危険というのもありますし、それから挑戦をしてみろというのもありますしね。芸というものですね、これは民族と時代を超越したものなんですよ。ですから世界的に通用するものであれば、やはりこれに通用する、武道に通用するわけです。まあ私はエレクトロンっていうものはどういうものだかそれは知りませんけれども、それはその武道に合わせる音楽、それは合わせる人の才能によってですね、絶対に合うものであると、これはもう確信して疑わないですね。その子供たちはね、その僕は太鼓がいいと思う、はい、日本的なね、はい、ね、それに気合いかけてやってると、子供たちっていうのはね、よそからこの来る刺激によってスッと動きやすいんですよね。だから自分の知らない音楽なんかわーってやられるとね、孫すくわからね、ところが太鼓っていうのはダンモンスターもこれはもうバーッ日本古来の武道は明治初めまで300近い流派があったといいますが、それも時代の流れには勝てず、今ではわずか 4,50 に減ってしまいました。しかしどんなに青い目の武者修行者が武道を学んでも、やはり日本古来の武道は日本人が一番理解しやすく馴染みやすいと言えるのではないでしょう。天真正伝香取神道流という、これは千葉県の佐原香取神宮の中にある流儀ですが、およそ日本にいろいろな流儀がありまして、剣道、柔道、柔術はじめいろいろな流儀がありますが、その流儀の一番のその初めが香取神道流だということであります。
これは富山流というのは実は昔あの陸軍の下士官をその、教育する富山学校というのは当時ありました。その中に刀の切り方というそのものを教えるようになって科があったわけで、この刀で物を切るっていうようなことは我々も若い頃は盛んにやったもんで、ありまして、形ばかりやってみてもですね、さあ格好はいいけれども刀を持たせたら巻き荒一本切れないというふうなことじゃこれはもう情けないんで、やはり剣術をやる人たちはですね、大いに、研究し、そして鍛錬をしておく必要があると。これはまあ鹿島神流というのがありますが、それのやはり一等で直進影というのはですね、剣の技法とかですね、立ち筋を習うという、まあ、それももちろんあるんです、あるんですが、要するに魂といいますかね、その気迫、いやーというその掛け声でその闘志を一挙にこの集め、全身の、まあ、力、これをその塔のもとにその発揮するという、そのそれをその習うんですね、修練でそこに行くという、あらまあ実に素晴らしいものだと思うんですね。イエーイ。一刀流の中西派というのは伊藤弥五郎一等斎の系統を引いた、そして中西忠兵衛という人が幕末に出まして、その非常に豪健を使った人なんですが、その系統で高野笹三郎とい う明治初年、まあ、明治から大正へかけての、まあ、いわゆる剣豪と言われた人なんですが、これが中西派一刀流を伝えておる。心眼流というのはこれはですね、柳生石秋斎という人のですね、お父さんから出ておるというんですね、というのは柳生家が小泉伊勢の神に剣を習う前から、やっぱり、剣家としてですね、一流であったようですが、後に柔術になった、あるいは太術と言われた、そういうふうなものをそのすでにその頃ですね、大いにその文人を取って教えておったということなんで、で我々が習った自分には大統領合気の柔術と言っておったんですね。やはり昔は柔術として、このいわゆる殺傷の技であったと。ところが戦後はですね、そういう時代ではないと、もうその勝ったり負けたり、強いの弱いのというふうな時代ではないと、みんなが互いに相携えて敵も味方も一つになって、新しい世界を建設すべきではないかということを、その上島盛平先生が、まあ、言い出されたことなんで、これは武道家の一つの直感といいますか、そういうものの、その素晴らしさということを、まあ、特に感じるわけですね。私がやったのは日本の柔術の中の 5,6 種類、そこで私がこう合気柔術をやっている間にですね、結局出てくる技がですね、
この流儀、あの流儀というんじゃなくてですね、その各流儀でやった特徴がですね、みんなその、私のやる技に出てくるわけですよ。これも自然で、しょうがないですね。それで私は考えて、これを何々流というわけにいかなくなったと。じゃあ、日本柔術ということで、意外にまあ簡略にしたわけですね。どうもありがとうございました。それでは先生には残っていただきまして、先生の後を継ぐちびっ子たちを見守っていただくことにいたします。まず剣道少年です。お願いいたします。とにかく青少年は無限の可能性を持っておるということなんでありまして、特にまあ武道で鍛えていくということによってですね、根性が強くなると言いますか、物に対してあまり動じなくなるのと、それからこれをやろうと決心したらばですね、とことんまでやってみるというふうな、まあ、根性といいますかね、いうものが自然に備わってきた。これはもうその家庭で、受ける教育というのは、それはまあ大事なことなんではありますが、その厳しさというものにですね、どうもその欠ける、ところがその道場はですね、まあ、厳しさの塊みたいなもんで、甘えの強い子供はですね続かない。ですが少しやっとって、これはという自分でその興味が出た子供たち、これはもうどうも多少もうそのあれですな、精神的に、強いものがあったと思いますがね、そういう人たちが一生懸命、まあ、武道をやるようになるわけなんで、ですからこういう人は必ず、世のリーダーになっていけると、こういうことを考えますね。とにかく青少年は無限の可能性を持っておると、そういったような気持ちでやっておりますね。先生おめでとうございます。いつまでも元気で僕たちに武道の本当の心を教えてください。望月実さん75歳。武道の奥義を極めた者は、その燃えたぎる荒々しい魂を心の奥に秘め、水面のように静かだといいます。